米大リーグはリーグ優勝決定シリーズ第2戦ヤンキースガーディアンズ15日米ニューヨーク州ニューヨークヤンキースタジアムヤンキースの A ジャッジ外野手が屈辱の敬遠策からの満塁期で意地の儀比を放った1対0で迎えた2回バードゥーゴの適時二塁打で1点を追加しなお1死2三塁ポストシーズン打率3割8部9輪の外の順でガーディアンズは申告敬遠し ジャッジとの勝負を選んだ。ジャッジは2番手投手スミスとの対決で中堅へ義比を放ち、チームに3点目をもたらした。初回にもジャッジは無視1、2塁の先制チャンスで有飛だったが、落球しオールセーフ。3塁から生還し、先制に成功した。ワールドシリーズ優勝経験がないジャッジは今ポストシーズンで前日まで16打数2安打0アーチ。 キャリア通算でもポストシーズンは50試合で打率2割3輪、13アーチと物足りない数字にとどまっている。